はい、おはようございます、こちらですね、サンタモニカの、裁判所ですね。こちらは裁判所です。裁判所の周りですね。こちらがね、ここですね。ですね、勝訴でしたね。私のケースがですね、勝訴しました。裁判今日朝ですね、今日この裁判所にですね、来た理由はですね、スピード超過でスピードオーバーということです。ちょっとですけどね、スピード超過ということで止められてですね、チケットもらったんですね。それが5月ぐらいだったんですけどね。で、エクステンドして今日12月28日の朝10時のコートです。でした。で、始まったらですね、私一人しかいなくてですね、交通違反の裁判ですね。で、オフィシャーもノーショーでですね、結局ディスミスということでですね、帳消し。で、お金を払ったのが367ドルだったかな。で、お金を払った分も、お金も返金しますよということも言われまして、あなたは、勝訴ということで、すぐ終わりました。もう始まってもうものの5分以内で終わりましたね。オフィサーが来ていないので警察官が来ておりませんと、私が私のチケットが切られた時のオフィサーがですね、現れなかったということでですね、ノーアピアということでですね、で、ディスミスということを言われまして、終わりました。無事、ディスミスになって、勝訴。そして、交通違反のポイントの方も付けられないと。ポイントも減らないということですね。そういうことになりました。まあ、スピード違反、ちょっと少し超過したんですけどね。まあ、ストリートですよね。で、その時コロナがですね、5月の時点だったと思うんですけど、もうすごく空いてたんですね、車がね。で、スピードがやっぱり出ちゃったわけですよね。もうガラガラでしたんでね、コロナのところで。で、まあ、切られたんですけどね。無事、ディスミスで、勝訴ということで。まあ、言い方おかしいですけどね、勝訴なんていう形ですね。まあ、でも、とにかく、帳消しになりましたのでね。無事、良かったです。はい、どうもです。